第70回ボートレースメモリアルシリーズ2日目1レースを勝ちました深谷智博選手です。どうぞ。お疲れ様でした。おかけください。暑い中たくさんお待ちいただいておりました。ではまずこちら1着プレゼント、はい、亀丸です。お持ち帰りいただきましょう。こっちかさあ今日は1レースでしたが、はい、準備はできましたか。そうですね、はい、昨日も早いレースで、うん、そこからずっと試運転してなんか、うん、足自体も乗り味も初日よりだいぶ良くなってきて、はいはい、だいぶ整った状態で行けたわけですね。まあ結構1レースだったんでバタバタして行ったんですけど、はいはい、展示乗ってる時にいい感じがしたんで、うん、はい、ではそのあたり伺っていきたいと思います。第1レースは進入枠なりの3対3で1コースから緩やかな追い風の中でした、はいはい、4コースからのスタート行き足関係はどうですか。いや行き足いいんですけど、はい、正直起こしでへさきが浮いてしまって、はい、その分スタートが全然もう届いてなくて安全ゾーンでしたね、はいはい、フルダッシュで行きました。そこから1マークは指しました。はい、回り心地はいかがでしたか。そうですね、道中乗ってる感じも押しもありますし、うん、ただバックの足とか足比べになったんですけど、はい、ここら辺もうちょっと欲しいなって感じはあります。まだ課題もあって。そうですね、うん、プロペラ開いたりもしますし、はい、もうちょっとかなっていう体感です。でも昨日ももちろんレースの展開なんかもあったと思うんですが、はい、道中逆転で3着というところでした、はい、いいところも感じられたわけですか。そうですね、はい、まあ、前剣日引いた時はパーセント見てちょっと、はいはい、苦しいなと思ったんですけど、乗ってみてそこまでこう悪い感じはしなかったので、はい、まあ、出てるって感じはそこまでないですけど、うん、合わせれば結構いいとこまでいける、まあ、かなっていうエンジンな気がします。はい、もうちょっとじゃあそのポテンシャルを引き出してあげて。そうですね、はい、はい、しかも今日はこれで終了で時間たっぷりありますね、はいはい、明日以降ちょっと台風も不安なんですけれども、はい、ファンの方たくさん見てくださっていると思うのでメッセージいただきます。そうですね、まあ、前節は地元で予選敗退した分がしっかり仕事してこれたんで、まあ、それが生きているかなと思います。まあ、今節気持ち入れて走るんで、まあ、いつもですけど明日からも一緒に頑張ります。ぜひ皆さん声援届けてください。それではカメラサインをいただきましょう。ね、丸亀は約3年ぶりの登場ということになりましたが、久しぶりですね、本当ね。どうですか、印象は。悪くないですか。そうですね、富士山。富士山、静岡の富士山、はい、じゃあカメラポーズも、はいはい、決めていただきました。ありがとうございます。深谷智博選手でした。ありがとうございました。第2レースを勝ちました中島光平選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。おかけいただきましょう。はい、待ってましたと声も飛んでおります。雨の中待っていただいておりました。はい、はい、ではまずこちら1着プレゼントからですね、はい、亀丸くんです。はい、ありがとうございます。お持ち帰りください。さあでは早速なんですがね、レースを振り返らせていただきましょう。はい、ちょっと展示でピット離れで、そうですね、はい、1対2という流れだったんですが、本番は下りで、はい、離れの方はどうですか。いや、西山君が失敗してくれたせいですね。もうああ取られるかなって思っ覚悟はしてました、はい、そうだったんですね。ちょっとじゃあ弱さというのがあるんですか。いや、西山君がいいんじゃないですか。あ、はい、その分ですか。はい、はい、そして1マークは指しました。どうですかね、感触。そうですね、足自体は、うん、はい、やられる人もいますけど、はい、足はしっかり、はい、全体的にいいと思うんですけど、はい、そうなんですね。今回モーターとしては、ね、数字が平凡ではありますが、あ、いいと思いますよ、はい、特にいいみたいな部分あるんですか。いや、もう全体的にいいと思います。はい、それは昨日のもう段階から良さは感じてました。いや、もう重成さんが、はいはい、しっかり仕上げてくれてるような感じなので、はい、中島選手向きの雰囲気でもあるってことですかね。いや、もう久々に、はい、はい、乗ってて前傾から、あ、いい感じだなっていう感じはしました。はい、そうだったんですね。はい、じゃあ楽しみ持っていけそうですね。そうですね、はい、はい、今日はここ1回走りということにはなるわけですが、はい、どうしましょう。あとちょっと時間もありますけれども。いや、はい、
変くなるまでは、はい、うん、この辺でいきたいと思います。わかりました、はい、では明日以降に向けて一言ファンの皆さんにいただきましょう、はい、台風が近づいている中ありがとうございます、しっかり走るんで応援よろしくお願いします。皆さん応援よろしくお願いします。それではカメラサインもいただきましょう、はい、ね、ちょっと明日から台風も気になるところなんですけれども、もうこればっかりは、ね、しょうがないですからね。はい、でポーズもありがとうございます。第3レースを勝ちました地元片岡正弘選手登場です。どうぞ。片岡です。お疲れ様でした。ありがとうございます。おかけください。はい、ありがとうございます。すごい声援届いてます。はい、ありがとうございます、ね、もう前でもう今か今かとお待ちいただいておりました、はい、さあファンサービスもねありますけれども、まずは1着プレゼント亀丸お渡しいたします、はい、ありがとうございます。ではではちょっとレースをね見てまいりたいと思います。並びが枠成進入2コースからのスタートでした。起こし足はいかがですか。なんかその辺がちょっと今日は行きってないのかなと思ったんですけど、はい、まあ悪くないのかなっていう感じですかね。悪くはない、はい、そこからの1マークです、はい、しっかりターンマーク回りました。そうですね、はい、うん、ご自身の体感としてはいかがでしたか。ちょっとスタートスリットまでの足が気になったんですけど、うん、まあ、本番はそんなに変わらず気にならずって感じでしたね。あ、本番行く前はちょっと気になってたんですね。気になってましたね、なんとなく、はい、で2マークもちょっとこうね、はい、浅田選手が迫るシーンもありました、はいはい、先頭という形になりますが、じゃあ今のお話聞いてる限りまだまだ上積みを欲しいところはあるんですか。そうですね、でも本番行くとそうでも、はい、そんなに違和感もなく行けたので、あ、まあ悪くないのかなとは思いますけど、うもう少しだけプロペラ触ってみようかなと思います、はいはい、さあ今回はね9号機と再タッグということになりまして、はい、まあ、優勝をね飾りましたが、はい、なんか前件でもやっぱりもうちょっとっていうお話はねありましたもんね。そうですね、少し不安でしたね。いいエンジンが出てきてどれくらいのもんになるのかっていうのが、はい、はい、相手関係もありますし。そうですね、はい、昨日キャリアボデー変えてその辺は良さは出ましたか。正直キャリアボデーも、うん、効果分からなかったんですけど、はい、まあ一回行ってみようかなと思いまして、はい、そのままにしてます。はい、はい、ね、なんか前件からはすごい緊張されてたみたいなんですが、はい、レース始まってどうですか。落ち着いてきました。はい、まあ少しは落ち着いてきました、はい、でもファンの方のこういう温かいね、はい、あの声援それから視線が届いてると思うので、はい、地元リラックスしていただきたいです。いや、はいまあ緊張感持って頑張りますけど、いい緊張感で、はい、はい、さあ今日後半も一走あるんで、はい、ぜひまたしっかりいいレース見せていただきたいと思います。はい、一言いただきましょう。はい、次も頑張ります。お願いします。頑張ってください。それではカメラサイン頂戴します。ね、あの前傾の時は嫌な緊張感ですっておっしゃってたので、はい、ちょっと心配してたんですけれども、いい感じの緊張感だといいですよね。必要ですもんね、はい、じゃあポーズもいいですか。はい、ありがとうございます。片岡選手でした。第4レースを勝ちました山口剛選手の登場です。どうぞ。お疲れ様です。いや、なんかすごい熱狂的なファンの方もたくさん来ていただいておりますが、いや、こんだけ山口剛を並べてもらうと光栄です。ありがとうございます。もう山口選手のために作られたステージぐらいになっております。ありがとうございます。ではまず1着プレゼントですね、はい、はい、亀丸くんのお渡しになります、はい、では素晴らしいレースでした。見てまいりましょう、はい、ちょっと追い風が吹いてます。そうですね、はい、美味しいおも入ってるんで、うん、まあ、本当だったら全速で行きたいんですけど、はい、まあ、ちょっとだけ様子見ていきました。そうだったんですね、はい、さあスリット過ぎてからこの辺り船足どうですか。まあ、伸びられることもないですし、はい、まあ、自分の前に入れたと思ったんでまくり出し狙っていったんですけどね、うん、ここでぐいっと入っていくんですが、はい、まだバックは並走。そうですね、でこの3人で合わせた時の感じだとなんか僕が一番良かったような感じがちょっとあって、はい、まあ、あの、はい、しっかり、まあ、これだったら生かして刺しても届くだろうなっていう判断で、うん、はい、やっぱり部がいいとその余裕を持ってこう判断できる。そうですね、あの辺が伸びられたりすると、うん、ちょっと、はい、生かしても刺さらないっていう感じが出てくるんですけど、まあ、僕の方が前だったんで、はい、余裕を持って刺せました。昨日もあの前半こう競り勝つようなシーンもありました。
前半結構手応え出足が押す感じあって、ええ、で夜になったらその出足がどっか行っちゃってそうだったんですね、もう全く合ってなくて、ええ、全然ダメだったんで、まあしっかりそこだけはあの押しが来るように調整して今は今のところうまくいったと思います。はい、はい、やっぱりそこがナイターの難しさでもありますかね。いや丸亀はちょっと水面がやっぱポチャポチャしてるんで、出足っていうのは結構僕の中では生命線だと思ってて、はい、やっぱそれが来てないと船が暴れたりとかちょっと追い上げ効かないんで、はい、そこは大事にしっかり調整していきたいと思ってます。はい、今日は一回走り、はい、はい、もう本当ファンの方がね待ってくれているところに、そうですね、僕自身もここ一着じゃないとちょっと、昨日の6着が響いてるんで、まあここから、はい、全部一着取るつもりで今後も予選走りたいとは思ってます。本当に日々あのいつもマイレース気持ちの伝わるレースを見せていただいております。そうですね、あの、自分で真剣勝負って言っている以上あの情けないレースは見せれないんで、はい、命がけで毎走走ってます。はい、ではこれからの戦いに向けてもう一言いただきましょう。はい、明日からも真剣勝負しますのでご声援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。それではカメラさんにも頂戴しましょう。いや本当に温かい声援が、ね、たくさん届いております。真剣勝負ということで入れていただきました。カメラさんありがとうございます。第5レースを勝ちました篠崎元志選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。ようこそお越しくださいました。おかけください。はい、ちょっと真っ黄色の声援がさっき飛んでましたね。ありがたいですね。爽やかです。一着プレゼントこちら亀丸、はい、お渡しいたします。ありがとうございます。ちょっと雨が強まってきました。風も追い風しっかり吹いてます。そうです ね、ちょっと展示より、はい、ちょっと吹いてました ね、はい、その中での勝利となりました。レース振り返っていきます。並び枠なり進入となりまして、篠崎元志選手は1コースからちょっと3号艇の貝原選手が行き過ぎてしまったんですが、はい、はい、内側もねちょっと早めのスタートタイミングではありましたけど、はい、元志選手いいタイミング、いや僕も決して遅くないと思って行ってたんですけど、うん、ええ、だいぶ貝原君前見えたんで、はい、ちょっと1コーナーは若干窮屈なターンになりましたね。はい、その分旋回半径が少し広めに、うん、そうですね、まあ、ちょっと刺されたかなと思ってたんですけど、はい、誰も入ってなかったので良、うん、かったですね。昨日は部品の交換もありました。はい、現状どうですか。まあ、決して悪くもないんですけど、そんなに出てる感じもないですね。はい、結構前評判はね高いモーターみたいですね。あ、全権乗ってそんな感じしなかったので、うん、まあ、初日からちょっと部品変えたんですけど、はいはい、部品変えたことによって多少の変化はありましたか。まあ、ターンのトルク感とかはまあ多少悪くない感じはしてるんですけど、うん、まあ、正味の船足はまあしっかり中堅、本当中堅って感じです。はい、はい、プロペラのマッチング具合っていうのはどうでしょう。まあ、まずまずと思ってます、うん、はい、はい、さあ、後半もう一走、11レースを控えています、はい、もうナイターの時間帯にもなると思いますし、はい、ちょっと気象状況もね、はい、変わってくるかと思いますが、はい、調整やることは決まってますか。まあ、プロペラちょっと調整していきます、うんうん、はい、さあメモリアルは、ね、大会も制してというところになりますけれども、丸亀ちょっと久しぶりですかね。そうですね、はい、ちょっと空いてたんで。水面どうですか、印象は。まあ、ちょっとね潮高くて、まあ、乗りづらいですけど、はい、まあ、しっかり頑張りたいと思います。はい、たくさんのファンの方がいらっしゃってます。それから画面の向こうにもいらっしゃいます。はい、一言お願いします。はい、後半もねせっかく足元の悪い中来てくださってるんでいいレース見せに頑張ります。頑張ってください。はい、あれなんか拍手がないけどタイミングタイミング不良でした。はい、じゃあカメラさんも、もうみんなカメラで撮るの必死すぎです最後ポーズもください。はい、はい、ありがとうございました。ます第6レースを勝ちました峰竜太選手登場です。どうぞ。いやおかえりなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、もうありがとう。コールも飛んで、いや素晴らしい。いや、やっぱ6号艇はね、なかなかやっぱり人気にならないんで嬉しいです。いや
それでもあんまりついてませんでした。嬉しいですね。では昨日に続いて、はい、亀丸お渡しいたします。素晴らしいレースをまずは振り返りたいと思います。はい、並び枠成進入6コースからのスタート、ちょっと様子見ちゃったですね、スタート、はい、あの貝原君の船があったんで、ちょっとやっぱ影響あって、うん、入れに行きました。慎重に、はい、はい、そこから1マークは4号艇斉藤選手が攻める体型からのここ、はい、入りました。自分でも見てみますね、すごいですね、はい、ありがとうございます、はい、いやまだなんか自分でもできるんだなと思いました。最近ちょっとねなんか能力の下がっていくのを感じてたんで、はい、なんか今日のはなんか蘇った昔のなんか自分みたいな感じがしましたね、はい、気持ちよかったですか。もうなんか勝手に体が動いて、はい、おーっと自分でも思ってました、はい、まあでも確認なんですけど、はい、ワーストキーって言ってましたよね。ワーストキーだったですね、本当のワーストキーだと思います。みんなに言われてたんで、ね、今日は一番悪いエンジンで昨日取っ替えて良くなったと教えていただきました、はいはい、またさらに今日はキャブレターも交換があって そこはなんかすごい迷ったんですけど、はい、なんかもう多分今節流れいいなと思って昨日いいレースできたんで、思い切ってキャブをまた戻してみて、なんかちょっとねキャブだけなんかおかしいなという感覚があったんで、うん、まあ、本当雰囲気なんですけど、はい、戻したら当たりましたね、はい、ああそうですか、はい、じゃ今までやってきた作業は ほぼ正解が出てる、全部正解の方に行ってくれたんで、はい、もうここからはもうそんなに運が続かないと思うんで、もうここからはちょっと触らずに、はい、うん、大事にいきたいなと思ってます。でももう不満はなさそうですね。しかもちょっとねずっとこう良くなってて馴染んできてるっていうか、はい、昨日よりも今日の方がいいですし、回転もなんか上がってきましたし、はい、それがすごいなんかプラスの方向に行ってますね、うん、というところで後半が2号艇です。はい、どうでしょうか。いやもうねなんかこういう時はもうね流れに任せるのが一番だと思うんで、うん、もうなんかやる気は置いといて、うん、もう楽しみたいなと思います、はい、そういう時はなんか自分強いなと思うんで、うん、雨ですけど、あ、濡れてないんですか。もうびしょびしょですよ皆さん。あ、びしょびしょ大丈夫です、はい、じゃあもう一丁後半も見せていただきたいと思いますので。はい、わかりました。一言お願いします。はい、なんか優勝を狙いたくなってきました。応援してください、頑張ります。カメラさんも優勝という言葉が2日目にして出ました。すごいですよ本当に。本日も声援が優勝 V カメラポーズありがとうございます。第7レースを勝ちました地元重成和人選手です、どうぞ。お疲れ様でした。おかけください。お疲れですか？大丈夫ですか？疲れましたね。ではまずこちら1着プレゼント亀丸、はい、お渡しいたします。はい、子供に行こうか。今でいい？お。怪我せよ。はい、ファンの方も喜んでいただいております。ではちょっと早速レースをねまずは見ていきましょう。はい、はい、並びが枠成進入で1コースから展示はまあ決して早いタイミングではなかったみたいですが、本番はどうですか、起こした感じとか。わかんないですけど20早押しかけました。あ、そうだったんですね、はい、それででこれなんだ。あ、そう、思ったより届かず。思ったより届いてないですね。で1マーク結構殺到したんですけれども、はい、どう振り返りましょうかご自身のターン。いやー浜野屋さんだいぶ出てこられるなと思ったんで、うん、はい、もう気配だけで火握っちゃいました。あ、そうですか。懐から6番も切り込んであげましたが押し切る体勢です。今日部品変わりました、はい、現状どうですか。マシになってます。マシになってます、はい、ちなみに昨日はどんな感じだったんですか。あ、もう終わってました。あ、はい、マシになって中堅ぐらいの域には入ってます、うん、いやどんなんで勝率通りぐらいになったんじゃないですか。あ、うん、34%、はい、なんか特徴とかはあったりしますか。特にはないですね、うん、もう全部こじんまりとでまあレースできるかなって感じです、うん、はい、はい、どうしましょう。この後まだやりたい作業だったり調整イメージ。あー正直ちょっと回転プロペラの回転が合い切ってない感じがするので、はいはい、本番のピット離れとかもちょっと影響出てるから、そういうの含めたらもう少し回転上げる調整して足がどうなるか、はい、うん、またね天候もちょっとここからどうなっていくかっていうのもありますし。
そうですね、はい、もう多分どんなに集まってみんなでフーってやってくれても飛んでいかないと思うんで。そうですよね、相当威力も強いんですけど、うん、はい、まあ、でもやっぱりまず安全第一で。そうですね、もう基本そこなんで、うん、はい、はい、ただ今回地元のメモリアルです、うん、気持ちはしっかり入ってますね。まあ、うん、そうですねぐらいですいつも通りの、はい、はい、では明日以降の戦いに向けて最後もう一言いただきたいと思います、はい、盛り上げれるように頑張ります。頑張ってください、はい、期待しております。ではカメラサインをよろしくお願いします。はい、はい、ね、去年のメモリアルちょっと悔しい部分もあったと思いますが、それを地元でぶつけていただきたいと。ミネすげー率直な感想ですかね。じゃあポーズも、あ、アロハで。いや、ありがとうございます。第8レースを勝ちました島村隆之選手登場です。どうぞ。お疲れ様です。ようこそお越しくださいました。可愛いファンの方もいらっしゃいますね、はい、ね、じゃあちょっとおかけいただいて、はい、マイクもお持ちください、はい、それではまず一着プレゼントからのお渡し、亀丸です。ありがとうございます。じゃあまずレースの方からね、はい、見ていきましょう。はい、追い風緩やかな状況ではありましたが、まずスタート、まあ、慎重に行きましたね、はい、慎重だったんですね、はい、タイミング的には、まあ、いいタイミングですかね。あ、そうですね、はい、はい、そこから1マーク見ていきます。まくり出しました。はい、ご自身映像を見てどうですか。いや、先輩にそんなこともできるんやなって言われたんですけどいや、いつもできないんですけどね、なんか気持ちが入ってましたね、ターンに、はい、いやー、渾身の。そうですね、はい、でももともと3号艇3コースからのまくり差しはお得意でしたよね。いや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 、もう全然、もうほんま今のがもう、はい、今世紀最大のまくり差しですね。そんなことないです、そんなことないです、はい、まあ、ありがとうございます、ね、よかったってでも本当に納得のターンだったんですか。まあそうですね、うん、はい、1マークは、はい、はい、いいターンできたと思います、うん、そこから道中何か感じたこととかはありました。まあ、ちょっといざってる体感でしたね、はい、うん、分かりやすく言うとどういう感じでしょうか。まあ、ペラのバランスが悪いっていうか、うん、はい、うん、まあ、うまいこと全部が欠けてない感じですね、水を、はい、そうだったんですね、うん、ただ今日は3着1着ということになりまして、モーターの手応えとしては今どうでしょう。まあ、足合わせしても、まあ、みんなと一緒ぐらいなんで、まあ、中堅ぐらいですかね、はい、そうなんですね、はい、まだ伸びしろはありそうですかね。まあ、エンジンのポテンシャルはあるんで、はい、伸びしろしかないですね、はい、伸びしろしかない、はい、じゃあもうプロペラしっかり合わせて、もうそこだけですね、はい、ちょっと前節フライング切ったばかりという状況なんですが、はい、スタートはでもある程度、まあまあ、そのフライング切ったレースも、うん、まあ、振り返ってみればやっぱり、まあ、まあ気持ちっていうか、まあ景色も早かったですし、はい、まあフライングしても、うん、まあしゃあない、まあ後で思ったらそんな感じのタイミングで行ってましたね、はい、そうだったんですね、はい、さあ今回のメモリアルは、ね、準地元というところ、はい、徳島を背負ってきていただきました、はい、はい、お気持ちどうでしょうか。そうですね、もう気持ちは、はい、しっかりいい感じです、うん、はい、では明日以降に向けて、はい、ファンの方にね、一言メッセージを頂戴したいと思います。はい、しっかり、まあ、最終日まで悔いが残らないようにいい調整したいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ではカメラさんいただきましょう、ね、見事なまくり差し、先輩にも褒められたということで決まりました。後輩等も提供いただいております。ではポーズ、はい、控えめでしたか。ありがとうございました。島村第9レースを勝ちました瓜生正選手登場です。どうぞ。お疲れ様です。おかけいただきましょう。今日もすごい声援が飛んでおります。ありがとうございます。それでは2つ目になります。亀丸、お渡ししましょう。ありがとうございます。いや、すごい熱い声援ですね。いや、かっこいいタオルもありますし、そう、はい、本当にずっと待っていただいてましたね。 ありがとうございます。はい、それでは早速レースの方見ていきましょう、はい、進入は下り3対3というところ、
1コースからの戦いです。風は追ってました。はい、スタートはどうでしたか。いや僕バッチリと思ったんですけど、はい、バッチリですね。みんな前にいたんで、はいはい、大丈夫かなと思いました、うん、で1マークちょっとターンマークと距離ある。そうですね、ちょっとは、はい、あの先行されたのでちょっとタイミングが合いませんでした今、はい、その分ですか、はい、ただそこから戻ってきました。あそうですね、今日あの出足の感触はちょっと良かったので、うん、はい、まあついてた感じはあります。はい、昨日もねぼちぼちというお話聞かせていただきまして、はい、あとはもう気候とのマッチングという言葉があったんですが、うん、今日1回走りで時間もあったと思います。そうですね、もう昨日後半ちょっとひどかったので、まあそれを反省を踏まえて今日ちょっとペラ叩きました、はい、いい形でいけたわけですね。あ、よかったと思います、はいはい、じゃあ水準以上はありそうですか。まあ足自体直線自体は一緒ぐらいの人が多いので、うん、まあ、あとはその体感だけうまくあの気候に合えばなと思います、はい、日々しっかり合わせてと。そうですね、ということですね、はい、これだけたくさん雨の中お集まりいただきまして、はい、あのパワーになりますよね。そうですね、本当明日も奮起したいと思います。頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあもう一言いただきましょう、はい、本当雨の中、ありがとうございます。また明日も来れるように頑張ります。よろしくお願いします。期待してます。カメラサインすいません、まずカメラに記していただきます。いや本当昨日からねすごいファンの ありがとうございます。カメ丸くんにもサインを入れていただけるということでございます。会長28ですね。はい、それではウリュウさんから。はい、ありがとうございました。ウリュウ選手でした。お疲れ様でした。第10レースを勝ちました井口義則選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。失礼します。いや素晴らしいファンの声援が、はい、ありがとうございます、おかけいただきましょう、はい、すごいタオルの数ですよ。はい、ありがとうございます。後ろの方までね、雨今強いんですけど。そうですよ ね、はい、ありがとうございます、はい、それではまず一着プレゼント、亀丸、はい、お渡しいたします、はい、拍手喝采、はい、ではまずレースを見ながらお話伺っていきます、はい、追い風水明の中スタートなんですが、1コースからでした。お越しは思うように来ましたか。そうですね、はい、うん、そこからの加速感はいいと思います、はいはい、スタート切っていきました、1マークに向けてです。ご自身でこのターン振り返っていただきましょう。そうですね、前半少しプロペラ失敗してたので、うん、このデュレースはいい感じで、はい、ターンはできたと思います。こうターンマークを舐めるような感じでしたね。なんか丸亀ね、1号艇結構難しいイメージがあるので、はい、まあ、ターンマーク漏らさずにっていうのを意識してきましたけど、はい、刺させることもありませんでした。そうですね、はい、はい、よかったです。2マーク以降も体感悪くないですか。いいですね、これで方向性は少し見えてきたので、もう一段階ちょっとプロペラ調整やっていきたいと思います、はい、その調整はもうイメージは固まってますか。できてます、はい、いや本当になかなかインが逃げないね、昨日もそうですけども、はい、今日もっていうところで、はい、ちょっと緊張感なんかはあったんですか。緊張はあんましないタイプなんで、うん、はい、いつも通り臨めたと思います、はい、平常心で、はいはい、人気に応えていただきました。はい、これだけね本当にファンの方が集まっていただいて、派手さはないですけど良かったと思います、ね、はい、これでしっかり明日以降弾みをつけていただいて。そうですね、台風に負けず頑張りたいと思います、うん、はい、ではもう一言意気込みをお願いしたいと思います、はい、明日からも、最終まで起きてきますので、よろしくします。ではカメラサインも頂戴しましょう。素敵なタオルもお持ちいただいてます。それは何ですか。アロハマークで。じゃあポーズもありがとうございます。11レースを勝ちました峰竜太選手の登場です。すごい半端ない。じゃあちょっと一旦おかけいただいて、はい、どうですか。いやいやいや、今のお気持ちは。いやすごいですね、なんか芸能人の気分ですね。もうほぼほぼそうですよ。いやいやいや、そんなことないです。いやいやいや、ちょっとまずこちら亀丸からね、はい、お渡ししましょう。
素晴らしい3連勝です。そうですね、なんか流れは来てると思って、はい、行けました。はい、ではこのレースも見ていきたいと思います。はい、新入枠なりです。2コースからのスタートですが、いやなんか怖くてかなり結構掘っちゃいましたね。そうだったんですね。なんか右もいなかったんで、ドキッとしましたね。はい、はい、まあ、タイミングはねいいところではありました。 そうですね、はい、そこから1マークなんか差しのイメージが3番の引き波に入らないギリギリのところを行きたいなと思ったら、はい、理想通りに動かせたんで冒頭もうそこが入れば多分差し入るなと思ったんで、はい、なんかすごいイメージ通りに今節は行ってますね。へー、はい、前半もそうでしたし、うん、本当に調整整備、はい、ターン全部ハマってます。全部ハマってますね。そういう感じがします。だからもうこういうの時は多分ですね流れがいいんですよね多分、はい、自分の技量というよりも、はい、なんでそういう時にね勝ち切らないといけないなと思うんで、しっかりね勝ってよかったなと思います。こういう3連勝とかっていう時のメンタルのこう保ち方みたいなのも、うん、よく分かってらっしゃいますよね。いやもう逆にここからはね抜いていくことの方がすごく大事で、うん、はい、もう気楽に後半も気楽に行ったんで、それがすごい良かったんで、うん、はい、もう何もしないとやっぱ気負っちゃうっていうか意識しすぎるんで、楽しんでいこうかなと思ってます。はい、で結果がついてきて、まあ、結果はね今までやってきたことがあるんで、うん、そこはねついてくるはずです。はい、はい、この丸亀水面というのはまさにこう真の峰選手のこうスター伝説が始まったような。そうですね、なんかそれが相乗効果で、整備も頑張れたし、すごいプロペラも出せたんで、はい、なんか、うん、いいっす。丸亀っていうのがなんかすごい自分をこう活躍させてくれてるような気がしますね。すべ、はい、てを力に変えて、はい、ね、ありがとうございます。それがこうやってファンの方にも、いや嬉しいですね。すこんだけねやっぱいたらねまた来たくなりますね。やっぱ、うん、そうですよね。はい、ぜひ台風来たらどうするんですかね、ここみんなね。そうなんです。カッパ来てきてくださいね。一番カッパで済んだらいいんですけど、ね、はいはい、でも本当に丸亀盛り上がってますし、峰、ね、選手活躍がさらにそう後押ししてくれてますんで、はい、ぜひあともう一言いただいていいでしょうか。そうですね、ここからちょっとね台風が来ると思うんで、多分水面が荒れた中での開催になると思うんですけど、そのために、サーフィンでたっぷり波乗り準備してきてるんで、こっからが、こっからが真骨頂っす。こっからっすよ、はい、もう波も任せろということですね。はい、期待しております。はい、頑張ってください。ありがとうございました。いやすごい、もう声援が、それでは3枚目のこっちは明日も来てくださいって。本当ですよ。ポズいただきました。ありがとうございます。すごい声援でした ね。最終12レースを勝ちました石野貴之選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。おかけください。最後まで残っていただきました、たくさん、はい、ありがとうございます。はい、ではまずこちら1着プレゼント、はい、亀丸をお渡しします。はい、ありがとうございます。早速ちょっとレースの方から見てまいりたいと思います。はい、前付けがありまして森高選手入れて角の選択でした。そこからまずスタートはもう行こうっていう思いでしたか。いや、行こうと思ってて、はい、展示で全然つかめなかったんで、うん、はい、もう遅れてもいいぐらいの気持ちで行きました。あ、そうだったんですね。はい、で、まくりました。そうですね、まあ進入深かったんで、はいはい、納得のレースですか今のは。まあ、進入になったらちょっとまくりたい感じなんで、うんうん、はい、今日はチルトはゼロにしましたね、このレース。そうですね、はい、ちょっとでも伸びないかなと思って、うん、はい、やったんですけど。そこはちょっとでも伸びましたか。伸びてるというよりもダッシュ分な感じします、うんうん、はい、いいダッシュは乗ったということですかね。はい、はい、現状ここまで3走しました。前半も6コースからいい切り込みだったと思いますが、いやミネがね、1つ前であんなんするから、はい、真似したけど僕は2着まででした。はい、刺激を受けて、はい、いやでも見事でした。ああいうターンができるような感じ仕上がりにはなってきてるんですか。そうですね、もう全権もらった状態で、はい、全然レースできそうな感じだったんで、うん、まあ、あとはエンジンを信じてプロペラをやってる感じです。はい、楽しみ持っていけそうですかね。まあ、もう一足求めて
プロペラ調整したいと思います。わかりました。ではこれからの戦いに向けて一言、カメラの向こうにもたくさんいらっしゃるので、はい、お願いします。はい、ちょっと台風来てますけども、最終日までしっかり頑張ります。ご声援よろしくお願いします。ご声援皆さんお願いいたします。ではカメラさんいただきましょう。いい表情です。まずありがとうございます。石野選手にお話を伺いました。予選最終12レースの競争成績です。1着4番石野貴之。